された単発のレシプロ戦闘機であるフォッカー車製の機体としては初めて最高速度が時速 200km を超えた機体だったが、登場時期が遅すぎ少数機の生産で終戦を迎えた。本機は当初フォッカー EV と呼ばれていたが、戦闘機の記号が D に統一されたため D8 と解消された。三用戦闘機。 ドクター I の下翼を撤去した実験機が良好な性能を示したため、フォッカー社はこれを実用機化した D8 を開発した。D8 は胴体、尾翼、エンジンはドクター I と共通だったが、主翼は木製の一枚翼でそれを胴体から片側4本の支柱で支えていた。また方向だ前方に小さな垂直安定板を設けていた。 エンジンの出力は低かったものの空気抵抗の少なさから速度性能は向上し最高速度は時速 202km を記録したた上昇性能もドクター・アイや D7 を上回った。1918年5月に行われた審査において優れた性能を示したため軍から量産命令が出された。1918年6月頃から収益を開始したが 主翼破損による墜落事故が多発し原因究明のため一時生産中止になってしまった。その後9月に生産が再開されたが、すでにドイツの配色濃厚な時期であり部隊配備は少数に止まり、連合軍との戦闘機との空戦の機会もほとんどない、まま終戦を迎えた。終戦までの総生産数は約400機ほどである。諸言性能武装。ありがとうございます。